というわけで本日の動画なんですけれども、マシニングを使いこなすにあたって、まあ、重要なもの、はい、マシンのスペックを把握すること、刃物のスペックを把握すること、もちろん大事なんですけれども、まあ、同等に大事なのがフォルダー選定ということで、今回は雪和製鋼さんのご提供によりまして、トレッドチャックの性能を使いこなすにあたって重要なポイントを解説していきたいなと思います。トレッドチャックでね、エンドミルを加工しているときにちょくちょくコメントが入るのが、トレッドチャックを使ってないでミーリングチャックを使いなさいというふうにアドバイスいただくことがあるんですけれども、雪輪のトレッドチャック侮らないでね、トレッドチャックでもガンガンエンドミル使って加工できますよというところで、今回ね、雪輪製鋼さんのラインナップをいくつか紹介しつつ、その加工のスペック見ていきたいなと思います。では早速やっていきましょう。はい、というわけで雪輪のコレットチャックのレビューをしていきたいんですけれども、レビューも何も私ずっと雪輪のコレットチャック使ってるんですよ。というわけでですね、過去にさまざまなエンドミルメーカーさんのレビューをした際に、使っているコレットチャック雪輪のものが非常に多い。時期的にはね、少し前のものになるんですが、サンドビッグコロンミルデュラのレビューをした際にも雪輪のコレットチャックを使っておりました。ちょっと期間が空いているということで、まあ今映っているエンドミルはサンドビッグのコロミルデュラーとなっております。見た人見てない人両方いると思いますが、見てなかった人のために、あるいは見たけど忘れてしまった人のために、サンドビッグコロミルデュラーで雪輪のコレットチャックで加工していきたいと思います。さあやっていきましょう。進捗が早いのでもう最初に説明しておこうかな。高角度ヘリカル穴開け、そして 1D のフルスロット加工、そしてそこそこ負荷高めのトロコイド加工を行っていきます。では行きましょう。この角度、ホルダーのね、位置関係を見ていただければぐんぐん沈み込んでいるの分かるかなと思います。はい、あえて見えるようにちょっと端っこ切りかき入れた状態で行きました。フルスロット加工行きます。この速度、そして静かさ、はい、すごいよねこれね、ほんとどぎも抜かされるわ。まあ、こういうことなんですよ。サンドビッグのエンドミル非常に強いんですけれども、ブラザースピーディオのハイトルク主軸強いんですけれども、強い機械と強いエンドミルの間を取り持つホルダー非常に重要なんですが、雪輪のコレットチャック非常に取り持ち力強いですよというところで加工の方を見ていただきました。いや懐かしすぎて、私こんな条件で普段加工しないですよ。なのでちょっと懐かしすぎてビビりましたが、まあ、これが可能なスペックのホルダーとなっております。まあ、これが私が初期から今に至るまでずっと愛用している理由ということになります。最大つかみ系 FI12 のコレットチャックを使って FI10 のエンドミルを掴んでいたわけなんですが、ゲージラインからホルダーの上面端面までが 45mm のものを使用しておりますと。そして 45mm というものが一番短いホルダーなんですけれども、今回雪輪さんがオーダーして作っていただいたやつが 22mm、 そして最大つかみ径が FI10 となっておりまして、このエンドミルをそのままつかむことができますということで、 45mm のホルダー帳から 22mm のホルダー帳に変えて同じ加工をやってみようかなと思います。コレットサイズがね、ワンランク下がってるんですが、まあ、どんな結果が出るのかちょっと見ていきたいなと思います。こちらでね、いきたいなと思います。まあ、普通ね、こんな感じになるんですけれども、エンドミルが生えてる、
こんな感じになります。いや、なかなかいいビジュアルですね。はい、ほとんど同じプログラムを流します。ただちょっと私の手配ミスでコレットスルーのコレットを用意できてないので外部給油になります。はい、それ以外は多分一緒のはず。はい、実際これこのホルダー使うの正真正銘最初なんですよね。どうなるかな、ちょっとそういうの多いな、ケロはほんまに。穴開け大丈夫かな、フーランとこの係で。心配はつきひんな。これもこれもちょっと条件がすごすぎるのがあれなんやぞ。こんなもんか。よし、行きましょう。さすがにちょっとキビコの二重切削の音が聞こえるな。外部給油だけやし。あれ？もっと静かになってない？ああ、さすがに溝加工の外部給油だけはきつい。お。静かなような気がする。いや、気のせいか、わからんくなってもった。ふぅ、やる。スーパー G1 チャックの進化系であるグリーン G1 チャックの加工を実際に試していきたいなと思います。薄く早く系の送りでね、やっていきたいなと思います。グリーンチャックはですね、ホルダー長がちょっと長めの設定になっておりまして、スーパー G1 チャックの最も短いものよりかは長いわけなんで、やはり単純な長さによる剛性の振り差はあるんですけれども、振動を吸収しやすい素材で包まれている、どういう風に表現したらいいのかわからないけど、振動を吸収しやすいもので、フォローされているので、まあやはり振動が出やすい、歯当たり強めの、AP 切り込み高めのやつでやっていきたいなと思います。では、行っていきましょう。うん、いい感じ。まあ良いんじゃないでしょうか。仕上げです。いい音。といった感じでございましたと。まあ、いわゆるホルダー込み込み全長比較的長くて、しかも 12π の太めのエンドミルで、まあこれだけの速度の荒加工と仕上げが可能であるということで、まあこのホルダー長さのネガティブな部分っていうのをある程度吸収しているような気がする。ではチェックしてみましょうか。多分1000分の3か2かぐらい。ではまあ荒取り量としては非常に寂しかったということで、まあさっきのテストカットということで、ちょっとバリバリ削ってみようかな、それなりの量を。で仕上げしてみましょう。
まあ、BT30 でこれぐらいの荒加工をしようと思えばですね、まあ、このホルダー帳って結構不利かなと思うんですが、まあ、それなりの荒取り能力を引き出せるかなと。で、まあ、10杯、8杯あたりだと、まあ、大体エンドミルのスペックを出せるんですが、今回使っているのは12杯ということで、まあ、それなりに無茶をね、させているわけなんですが、まあ、加工できているんじゃないですかね。この突き出しホルダーにしては。まあ、ここら辺は多分このグリーンボディの中に秘められた何かのマテリアルが効いているのかもしれませんね。はい。といった感じでございましたと。まあ、形状としては全く意味のないものなんですけれども、まあ、ちょっと荒取りの感じ、仕上げの感じを見てみたくて、それなりの量を削ってみました。私の感覚ではね、ホルダー込み込み全長が非常に重要なんですけれども、BT30 の機械を運用する上で、今回使いましたグリーン G1 チャックのホルダー帳っていうのは、BT30 における一般的なミーリングチャックのホルダー帳と、まあ、ほぼ同じ長さになっているんですけれども、比較的軽快に加工できました。はい。AP 切り込みは手加減なく、波長目いっぱい 35mm。AE 切り込みは、まあ、0.5mm とですね、まあ、比較的薄めにしました。がっつりとしたね、横に負荷をかけるようなトルクをね、かけるよりも、この振動を吸収する素材を活かすために、刃当たり送りを結構強めに送ったという感じですね。なので、薄く、早く加工することで、まあ、このグリーン G1 チャックのいいところを引き出していけるんじゃないのかなと思います。そもそものね、スーパー G1 チャックのベースが非常にいいので、さらにグリーン G1 チャックではフォローを効かせてきていますので、振動吸収材的なもので、さらに上級者向けのホルダーかなというふうに、思いますね。さらに加工条件を切り詰めたいとか、あるいは振動を吸収する特性が強いんであれば、仕上げ面でね、効果を発揮したいみたいなところでね、有用なツールじゃないでしょうか。コレットチャックホルダーを語る上で最も大事な要素となるコレットの解説をしていきたいなと思います。フレ精度、締め付け力ともにですね、重要な要素となるのがこの10分の1テーパーとなっております。この浅いテーパー角のおかげで、非常に強力な保持力と精度を両立することができます。まあ、いわゆるこちらがメインテーパー、そしてこの口元もテーパーがかかっておりまして、メインテーパーと口元のダブルテーパーになっております。10分の1テーパーで非常に強力な締め付け力を発揮しつつ、口元テーパーで口元部分にも締め付け力を発生させているという構成になっております。ホルダーの把握力を測定できる測定器がある。世の中には非常にマニアックな測定器があるということでですね、まあ、締め付けた時にどれくらいのね把握力があるのかっていうのをまあ測定していると、まあ、もちろんそれぞれの締め付けトルクに準じた状態で計測しているということで、まあ、ここら辺測定した結果 G1 チャックの把握力自信を持って進めれるという感じのようですね。 ST コレットの場合はコレットに切り欠きがありますので、そこからクーラントが出ることによってシャンクスルー、コレットスルーの空欄と突出選択ができますと。そして CT コレットではツールスルー系の空欄と選択ができますよというふうになっております。そしてですね、こちらコレットとコレットナットをセットした状態なんですが、コレットの端面とコレットナットの端面がフラットになっておりますので、まあ、突き出し上不利になる出っ張りがないという状況になっております。そしてこのコレットナットも非常に重要なポイントで、締め付けの際にこの中心部分、コレットのテーパーが当たる部分は回転しません。何が起きるのかというと、ホルダーに、まあ、固定されますよね、こっちのテーパーは。で、締め付ける時にナットと一緒に回転してしまうとコレットをねじってしまう力が発生するんですが、コレットを締め付ける時にねじらない構造になっていると。これがまあ精度に効いてくる。
まあ参考までに見ていきたいんですけれども、ゆきわさんの動画を見ていくと、こんな感じでですね、荷重をかけた時にフォルダあるいはツールの変異量っていうのはどれぐらいになるのかっていうのも自社内で、テストしているということで、まあ各社さんのね変異量も含めて、まあこんな感じでテストしているようですね。なのでまあ合成面にも自信があるのかなというふうに思っております。まあ、普段私が使用しているスーパー G1 チャック、そして今回使用しましたグリーン G1 チャックとなっております。ベースはどちらも同じ G1 チャックなんですけれども、まあ今回ナットがね、種類違いますが、まあ基本的にベースは同じものとなっております。まあこちらのナットの方が最新式で、出っ張りがないので風切り音がしにくい設計となっております。まあバランス面でも有利なのかな。まあ物理的な話をすると、この最も短いホルダーが、まあ普段使いの剛性としては、まあやはり上なんですけれども、まあ Z ストロークの都合でやはり長さが必要なシーンというのもありますよねというところで、今回使用しましたこちらのグリーン G1 チャック、非常に長いんですけれども、まあ剛性、ビビリ性能が高くなっておりますよというふうになっております。今回ね、オーダーで製作いただきましたこちらの超ショートコレットホルダー。こちらは、カタログ上最も短い 45mm のほぼ半分 22mm となっておりまして、まあご覧いただいたようなパフォーマンスが発揮できましたよというふうになっております。こちらあんまりね、トライしておりませんので、どういった感じなのかっていうのは今後観察していきたいなと思います。合成を求める選定の順序としては、スーパー G1 チャックの最も短いものを選択した方がいいんだが、長いものを使用する必要が出てきた際に、はい、こちら。はい、こちらの長いバージョンですね。長いバージョンがありますと。機械の Z ストロークの都合だったり、まあ、ワークの突き出しの都合で、長いホルダーを使用する必要が出てくると、こういう短いホルダーを使用することがなかなか厳しいといった際に、まあ、長くなる分どうしてもですね、まあ、剛性っていうのは、短いものよりも長い方が、ちょっと劣ってしまうんですけれども、そこを補完する形でグリーン G1 チャック、まあ、このボディちょっと太くはなってしまいますが、剛性面 あるいは強振面でフォローが効くこのグリーン G1 チャックが選定候補になってくるのかなと思います。ゆきわ精工さんのスーパー G1 チャックはもうすでにある意味完成形に至っているツールというふうに私解釈しておりまして、と言いますのも剛性あります、精度いいです、そして安いですみたいなね、ところで私が初期の頃から愛用している理由としては、こなれた価格感に落とし込まれた高性能ということで、まあ、非常に愛用しているスーパー G1 チャックなんですけれども、そこにプラスアルファの機能としてグリーン G1 チャックが登場しておりますよということになっております。ベースはスーパー G1 チャックとグリーン G1 チャックは同じものなんですけれども、グリーンチャックのあの中身はスーパー G1 チャックなんですよ。そこにあのグリーンのボディと、そのグリーンのボディの中にある黒い物体によってですね、もともと剛性の高かったスーパー G1 チャックに、まあなんて言うんだろう、共振周波数みたいなものってその物体ごとにあるじゃないですか。そこと外した物質物体を設置することによって、まあ、対ビビリ性能にさらにプラスアルファ追加してきたっていうのがグリーン G1 チャックになっております。はい、で、まあ、スーパー G1 チャックでももちろん私の用途で十分性能を発揮しているんですけれども、まあ、もう一声、私は特にねスーパー G1 チャックの一番短いタイプを愛用しているんですけど、一番短いタイプっていうのも、その運用上を使えないパターンもあるんですよね。 Z ストロークが足りなくて届かないみたいな時ね。で、長いの使うしかない。でも当然長くなってくるとビビりやすいグリーン G1 チャックがあります。そういうことなんですよ。というわけでですね、ぜひスーパー G1 チャックとグリーン G1 チャックチェックしてみてください。はい、というわけでね、本日の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。